はい、皆さんお疲れ様です。 SJ です。今日はちょっと後楽園来てますね。今あのトヨタヘイオバンタム級タイトルマッチ終わったばかりです。はい、いやすごい戦いでしたね。今日はあの千葉海選手と、栗原啓太選手再戦ですよ。そして今日はね一力ジム様より自分チケットいただいてるんですよ。ありがとうございます。すごいいいもの見せてもらいました。じゃあちょっとねどうしようかな。今日はゲストにでも誰か喋ってもらおうかな。あ、じゃあ、お願いします。はい、皆さん自己紹介。皆さんお疲れ様です。NK です。今夜もよろしくお願いします。ちょっとあんまり動くとねモザイクがね。あんまり難しいんですよ、なかなか。そうなんです。はい、はい、そこで NK さん、はい、NK さん自分の見てくれてるんですよ YouTube。 はい、はい、今日どうでした、栗原対千葉。まず予想はどう思いました？予想は正直言って前回と同じ形でやっていくんだったら千葉くんが勝ったと思います。そうですよね。で引き出しを、まあ、いくつ出してくるんだろうなっていう、はい、でキーパンチは、まあ、右のストレート、コンパクトな右のストレート、左ボディ、まあ、それかあの、まあ、強引に振ってたフックっていうのをして、まあ、コンパクトにどれだけ打てるかっていうのが焦点。なるほど、はい、すごいですね。ボクシングマニアですね。多分今のコメント見てる俺なんかマニアじゃないからおおすげえとかそういう感じなんですけど、まあ、結果的に言うとだから栗原選手が2ラウンドあれ TKO か、うん、2ラウンド TKO で勝ちました。まあ、流れ的に言うと1ラウンドでもう決めてましたね。そうです。1ラウンドでも栗原選手が俺あそこまで飛ばすと思わなかったんですよ。僕も正直あそこまで引くとは思わなかった。これも後半のこと考えてねえって感じがしたんですよ。そうですね。前半でも奇襲をかけた感じ、千葉選手に。千葉選手がこうやって待ってて、まあ、栗原選手がいきなり突っ込んだ感じ、うん、まあボディ攻めが多かったですね。インファイトになったらボディ、うん、いやボディが結構入ってまして右も左もボディ打ってましたね。いやーまさかね、いや これしのがれたら負けるぞって思ったんですよ。そうですね。1ラウンド見て、まあ、千葉選手はもうずっと防御そうですね来るから、はい、ただあのペースだと本当に後半持たないですよね。そうですね。僕の中、まあ、僕が逆に横浜光さんのジムのセコンドだったら、まあ、前半、まあ、ジャブついてきてフックで振ってきて、まあ、新しい引き出しとして、まあ、ボディか、まあ、コンパクトに右を打ってくるだろう、まあ、それはちょっと1ラウンドは見ようと、まあ、そういう感じで、多分おそらくそんな感じだったと思うんですよ僕の中では。で思いのほかコンパクトに振ってきたっていうのもあるし、ボディが意外とピンポイントに刺さってきたっていうのが多分一番大きいポイントだと思います。まあ、飛ばすんですけど大振りじゃなかったんですよね。ちゃんとコンパクトに打ってたんですよね。いやあれだから栗原選手俺引退をかけても後半考えないで思いっきりやろ、もうスタミナ考えずにもう捨て身でいったのかな。あれどうなんだろう。おそらくそれかあのペースでも後半まで持つっていう自信があったのかな。おそらくもう KO 負けか KO 勝ちかのどちらかにかけてた部分は絶対ある。あ、じゃあこれねまたもう一度ありそうですね。あ、だからこれ作戦勝ちじゃないですかある意味。まあそうですね。1回目はおそらくあの千葉くんの作戦勝ちなんですよ。で2回目は今回じゃないです。あ、本当に作戦が引き出し出したっていう感じで、うん、まあ、その実力っていうのもそうなんですけど、まあ、作戦っていかに大事か分かりますよね。そうですね。ボクシングはそういうスポーツだとは僕も。まさかね俺栗原選手はあそこまで行くとは思わなかったんですよ。僕も思ってますよ正直。いやあそこまでさあんなに攻めると思わなかったよ正直その新しい引き出しっていう言い方が新しいか分かんないですけど、あんだけうまくボディを当てる、まあ、コンパクトにパンチを出していくっていうことをこの数ヶ月でやってくるとは僕は思ってますね。だから、ね、まあ、千葉君が勝つ可能性の方が正直高いとは思ってました。まあそうですよね。大半がもう千葉って言ってたんですよ。そうですよね。大方はみんなそうだと思います。あ、これねもう一戦多分やりますよ。まあ一勝一敗だよ。そうですね。
もう一回やってほしいっていう部分はありますよね。マニアは大喜びですよ。そうですね。NK さんは結構マニアですか。僕結構ボクシング好きで、まあそうですね。小学生ぐらいの頃からずっとボクシングで、俺あの戦からで。村田対ロブ。ロブブラント。ロブブラント一戦目覚えてます。覚えてます。ロブブラントが前半から飛ばしてきて、はい、あこれ後半持たないと思ったらあのペースで行っちゃったみたいな。で足も使いながら、まあこうな、まあ、リング回りながら。だからそれ2戦だからなんかああいう感じにちょっと似てるなって。うん。2戦目は逆に前半で行ってみて。確かにそういう感じはありますよね。ああ。いや、栗原選手おめでとうございます。まあそうですね、まあ、おめでとうございます。いや、すごかったです。はい、ちょっとね、すごいな。次はどうなっちゃうんですか。東洋の防衛戦、東洋の防衛戦、カシメルとカシメルとやりま…あー、TV プロ…今日だ、俺今日やっぱりあの TV プロモーションの伊藤さんが来てたんですよ、うん、来てましたね。だこれか、やっぱり俺勝った方が TV プロモーションの方出るんじゃないかなって。いや僕もその可能性はかなりあると思ってます。カシメロ3戦3契約してるんですよ、はい、ね、1戦はに多分日本人とやりそうじゃないですか。そうですね、まあもちろん名前もありますし、はい、因縁的な部分も多少、はい、まあボクシングファンの中で知れ渡ってます。カシメロは今世界ランキング5位ぐらいですか。あ、それぐらい確か5位ぐらいなんですよ。バンタム。だからランキング上げるにはまずはまあ格下とやるのも全然ある、まあありじゃないですか。まあ東洋チャンピオンだと世界ランキング多分入ってますよね。そうですね、10何位とか、ね、10何位だかなんだかに。まあ今回勝ったんで、まあ、もうちょっと上がる。あ、栗原選手、あ、そうですね。だからカシメロにとっても別に悪くない、うん、ランキング上げる分には、ね、そうですね。だからこれカシメロ栗原あるかもしれないですよ。まあ日本の興行としてもちょっとやっぱカシメロ井上が流れた分、まあちょっと面白いかなとは思うんですけど、はい、あの TV プロモーションとあの定見がすごい仲いいんですね。ああそうなんですね。あれ来てたってことか。まあまあそうですね、はい、いやありますよ、カシメロとやりますよ栗原さん。いやそれは見に行きたいですね。そうですね。それは面白そうな試合をしますね。お互いカシメロと栗原選手どっち勝ちますか。いや僕は正直今の試合を見てあれですけど、お互い持ってるパンチの答えにくいってお互い持ってるパンチのその大きな武器っていうのはちょっと似てるんです。ただタイミングがちょっと違う。でそこがどう噛み合っていくかどっちが先に効くか。だからこの間やってましたね、赤穂さんと赤穂選手とやってましたけど、はい、赤穂選手のボクシングとカシメロのボクシングって考えるとやっぱ全然違うんですけど、ただ栗原くんとカシメロってなるとちょっと似てるんです。どっちかというと、あ、そうですか。そう、そうですね、あのフック主体のボクシングっていう部分に関してはすごく似たファイティングスタイル、うん、どっちの距離とどっちのタイミングが噛み合っていくのかなっていうので結構面白かった。まあ作戦次第でだから栗原さんがカシメロに勝ちますね。どうですかいやいや俺はね今日一力ジムさんからこうやってチケットもらっていいもの見せてもらったんです。それは関係なしにカシメロにも勝つ可能性はあります、うん、双方に可能性はあります。勝負に絶対はないのそれ言ったらそれまででしょ。まあそれまでなんですけどもう言いにくくてしょうがないんでまあそこまで言っちゃったもんだからもうどうしようかって、まあ、とにかく栗原選手、まあ、今後に期待ですね。そうですね、はい、おめでとうございます。はい、芝選手はどうするんでしょう。まだやるとなったら3戦目ありますよ、ま、そうですね、3戦目やってくれた方が正直面白いです。あ、次カシメロってやるぐらいだったらもう一回やってくれた方が面白いかなとは思います。でもさ、ちょっと TV プロモーションカシメロ1試合絶対日本人とやると考えたらマジでありえます。ありえますよ、大いにあります。カシメロはバンタムでもできるみたいなんで全然そうですね、そういうことだと思います。あの方はスーパーバンタムでだってカシメロと戦いそうな日本人と思い浮かばない。スーパーバンタムですか。
思い浮かばないですよ、ね、思い浮かばないですね。名前もそれそんなに知らないですね。まあ今日だから TV プロモーションの伊藤さんが来てたっていうのなんかいろんな意味がありそうですね。まあ岩佐選手ぐらいスーパーバンドの、岩佐選手はまあフェザーで一回やるみたいな、引退がどうのこうの言ってるんで。そうですね、だからフェザーでやって、はい、もしカシメロとできるんだったらもしかしたらスーパーバンタムに落とす可能性はゼロではないですけど、でも限りなくゼロですから、ね、何ももうないし。岩佐選手の次の相手は多分強いですよ、ラミと あれはだ。なんかね、世代交代になっちゃわない、まあ、そんな感じですよね。はい、まあ、とにかく今日は栗原選手が予想を大方の予想を覆して TKO 勝利、おめでとうございます。おめでとうございます。一力ジム様ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた会いましょう。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ失礼します。ありがとうございました。